その元気なら、すぐにでも仕事にかかってもらえそうだな。知ってたな、俺たち三人のことを。知ってて事件に巻き込んだな。ファントムは密館を自分の島で各国の代表を集めてオークションを行う。競りにかけられるのは例の最近だ。キャシーの命もその時までだろうな。アンクルサムはお帰りになりました。お客様がお待ちかねです。すぐ行く。ヒバ、早く行こうぜ。ワニに食われちまうぞ。どんなワニがまずそうなおめえを食うんだよ。ワニに食われたくなかったらナイフを捨ててゆっくり上がってこい。ちょうどいい、道案内願おうか。今度は殺さないのか。毒など入っていない。ジョン、お前は強くなった。俺のナイフを受けても死ななかったのがその証拠だ。今のお前なら俺のパートナーにふさわしい。仲間になれというのか。俺はキャシーを取り返しに来ただけだ。キャシーのためか。それがお前の戦いか、ジョン。ちっぽけな戦いだな。ファントムと取引のある国だ。金の力で俺が支配した世界だ。ジョン、お前の両親はテロリストに殺されたと言ったな。どうだ、俺と共に戦うつもりはないか。俺の復讐の道具だ。俺はテロリストの無差別殺人を憎んだ。お前は復讐のためにその無差別殺人をしている。これが俺の戦いだ。キャシーは俺が連れて帰る。いいだろう。キャシーが行きたいと言えばな。ジョンがお前を連れて帰りたいそうだ。マコト、京介と話があるの。いいだろう。マコトは優しくしてくれるかい。京介。なんだい。お願い、もう誠と争わないで。キャシー、君はあの頃と全然変わっていないよ。京介。誠は君にオークションはするが、ワクチンは後で各国に提供すると約束したの。ええ、エイズに苦しむ人々に平等に渡るべきだと言ったわ。キャシー、知らなかったのか。エイズワクチンもまた武器になるということ。え、
もしエイズワクチンを手に入れた国があれば、その国が次に考えることは、エイズワクチンのない敵国にエイズウイルスをばらまくことだ。そんな、ひどい。ファントムは恐ろしい死の商人だ。奴は、マコトは金のためなら恋人までも利用する。嘘よ。マコトはそんな人じゃない。あの頃のまま変わってないわ。キャシー、俺と一緒に帰ろう。いや。キャシー、交渉は決裂かな。ジョン、明日面白いショーがある。もちろんお前がショーの主役だ。どうした、傷が痛むのか。今じゃどうなってるか知らねえが、昔ロサンゼルスの外れに子供たちばかりが住んでいるスラムみたいな街があった。ロスは犯罪都市だが、一歩丘に登ればビバリーヒルズなど金持ちの多い街さ。だが家が没落したり家出したりした子供が多くて、そんな子供たちが集まって自分たちだけで住んでいたんだ。お前もそこに。テロリストに両親を殺された後、しばらくの間俺はそこで誠と、そしてキャシーと出会った。皆さんには本命のオークションに入る前に楽しいショータイムで息抜きをしていただこう。ご存知のように近年中国製の兵器が話題となっています。ショータイムに登場する商品はいずれも中国で開発された新兵器ばかり。もちろん標的は生きた人間です。標的の動きはジャングル内の監視カメラが捕捉していますので、皆さんには存分に楽しんでいただけます。